こんにちは、ウリムラジオの中田律子です。この番組は平日毎朝6時15分より15分間の心と体のストレッチ、聞くだけヨガを配信している有料オンラインコミュニティウェルビーイングラボウリムがお送りしています。インドの伝統医学アーユルヴェーダ的な思考でいろんなお話をしています。何かの作業や家事や仕事のお供にお聞きいただければ嬉しいです。ウェルビーイングラボウリムの詳細は概要欄をチェックしてください。おはようございます。よいしょ、おはようございます。さあ今週も始めていきたいと思います。おはようございます。ありがとうございます。聞こえてそうですかね。9月9日今週も始めていきたいと思います。先週スワイショーをやってどうだったでしょうか。でスワイショーは、いろんなこう目的があるんですけど、先週はまずこう体を抜く、力を抜いてみる、でそこから力を抜いたまま動かすみたいなことをやったんですが、おはようございます。今週はまず立つ、自分の立ち方を見ながらこう中心軸に、中心軸を使って立つみたいなことをやっていきたいと思います。で、自分の立ち方の癖とかに気づきながら、でじゃあどんなことが今できるかなみたいな、こう急にガンって矯正するっていうよりも、まず自分の立ち方に気づいていくみたいな1週間にしていきたいと思います。でこれは先週も話したんですけど、こうどんな体が良くないとかいいとかってないと思うんですよね。でもう多分今この瞬間で今日立ち方を今週やりますよって言った時点で、立ち方ってちょっと意識が入ると思うんですよね。だからもうすでにここからちょっと変わっているので、でそれに何ていうのかな、いい悪いっていうのはそこの一瞬一瞬を切り取るだけだと思ってるので、そんなに意味のないことだと思っているんですけど、なのでまずは気づいて、その時その時の自分の体に気づいて、あじゃあもっと気持ちよくするには何か方法があるかな、今できることあるかなっていうのを探っていく1週間にしたいと思います。どんな立ち方がいいとか悪いとかっていうものではないです。はい。でそこには、立つ時も力を抜くっていうことがやっぱりポイントになっていて、先週やったスワイショーをするときにふっと緩めるっていう感覚を大切にしていきたいです。ではまずは今日はガイドだけで立っていきたいと思うんですが、足幅骨盤幅ぐらい、自分がこう立ってみてこうできるだけ緊張がないところ、はい。でそこからスワイショーの時にやったふーっと体の力を抜いて、上半身が一旦猫背になってもいいですし、膝がもしできそうであれば膝を後ろからちょっと押されたように、膝カックンされたみたいにふーっと緩めます。でそのふーって緩めた感覚をキープしながら、足裏の親指の付け根の方、小指の付け根の方、かかと足裏3点を意識して、ゆっと大地をその3点均等に体重を乗せていきます。そうすると自然と膝が伸びて起き上がってくる感覚、もちろん膝を曲げたままその感覚も出せるんですけど、よりこうトレーニング要素が高くなると思うので、膝を緩やかに伸ばしながら足裏3点で、そこからお尻の尻尾、仙骨、骨盤、お尻の、割れ目のこの付け根の部分に触ると骨があるんですけど、そのあたりを大地の方向にグッと下ろします。でお腹の奥の方を味わいながら、
背骨を一つ一つ積み上げて、でそこから肋骨、こう胸の周りに広くなる部分があって、そこから首、頭で耳の下あたりをスッと持ち上げます。そうすると上半身がちょっとにゅるっと伸びる感覚。で肩がガチガチだなとか、今日ちょっと肩が凝ってるなっていう方は、鎖骨のあたりを少し撫でてあげて、鎖骨の上あたりを少し撫でてあげて、それだけでも少し緩まります、緩みます。で決して胸を反って力を入れて、こう綺麗な、自分の思う綺麗な立つに持っていかないように、今の今日の自分はどうかなっていうのを見ながら立ち姿勢作っていきます。もう一度いきますね。まずスワイショーをするときみたいにふーっと力を抜きます。でそこから足裏三点で大地をぐーっと踏んで膝を伸ばしていきます。膝の関節が柔らかくて伸ばしすぎてしまう方は注意してください。若干曲げてるぐらいの形がそういう方にはいいかも。でお尻の尻尾、仙骨を下ろす。でそうすると少し骨盤が後ろに倒れた感覚があるかもしれないですけど、それで大丈夫です。でお腹の奥の方から背骨を積み上げて、その上に頭がちょんと乗っているところ、で耳の下あたり、上顎下顎がくっついているところをスッと持ち上げる。肩が凝っていれば鎖骨のあたりを撫でてあげる。奥歯でギュッと噛み締めをどうしても作りやすい方、寝ている時に食いしばりとかをしてしまう方は、顎を、下顎を前後に動かしたり左右に動かしたり、下顎を前に出して口大きく、で優しく閉じます。それだけでも奥歯の感覚が少し広がります。である程度立ち姿勢ができてきたと思うので、そこからできるだけ力を抜いて立っていきたいんですが、頭のてっぺんに長い紐についた重りをポーンと落とした時に、ふわーっと体の中心軸を通って、お尻の尻尾、仙骨を通って、でそこから仙骨を通ってから、その重りが2つにパーンと割れて、右足左足の足裏三点のこう中央部分に降りていきます。または前体重にどうしてもなりやすい方、ふくらはぎとかが疲れやすかったり、背中がガチガチになりやすい方は、内くるぶしに体重を下ろしていく形でもいいです。足裏で踏んでいるけど、膝とかすね、ももの力はできるだけ抜いていきます。そこには上半身がどこに乗っているかっていうのが結構ポイントになるかなと思うんですが、頭の位置とかも、あとまあ骨盤の向きとか、まあ全てが関わってくるんですが、今日の今のご自身の体で、その体の外側の力をできるだけ抜いて立つところを探していきます。もし力が入ってるなと感じたら、少しその辺をブラブラと動かしたり、腕だったらちょっと腕をブランブランと動かしたり、またはちょっと軽くジャンプしたりして、体の外側の力をふっと大地の方に落とすようなことをしても大丈夫です。ジャンプじゃなくても、こう体を上下に動かすだけでも、
で一息口から吐きます。で吐くことでさらに体の外側の力がほどけて、で体の外側の力がどん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 緩むことで内側が動きやすくなっていきます。内側が働きやすくなってくる。立っている時もしっかりと筋肉は実はすごく使っている感覚をちょっと見つけていきます。はい、では立ったままでもいいです。瞑想の体勢に入っていきます。椅子でも床に座っても OK です。でその上半身がスッと引き上がった感覚を見つけながら座った状態でも呼吸を続けていきます。座っていても立っていても、椅子に座っている状態でもお尻の尻尾は床方向にぐっと向いていて、上半身がスーッと引き上がる。でそこでご自身の心地いい呼吸を続けます。途中で力が入ってるなって思うところがあれば、そこに呼吸を通して吐く息で出す。ゆったりと自然な呼吸を続けていきます。吐くとき体全体がスーッと少ししぼんで、吸う息のとき体全体が少しふわーっと膨らみます。吸う息で耳の下あたりがさらにスーッと持ち上がって、胸のあたり、鎖骨あたりが広くなります。でもお尻の尻尾を下ろしていると反り腰になったりはしないので、反り腰の癖がある方はお尻の尻尾、仙骨をちょっとポイントにしていきます。頭が前に落ちやすい方は少し頭の位置をいつもよりも気持ち後ろめに持っていきます。でもそれがしんどければ、どんな体勢も自分の中で無理な感じがあれば力みが入っちゃうので、目を閉じたままゆっくりと今日の一番ちょうどいいところを見つけていきます。吐く息の時体が少ししぼんで細くなります。吸う息で少し膨らんで、耳の下あたりはスーッとどん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 引き上がるような感覚を見つけながら、どんどん内側からスペースを広くしてあげます。はい、ではあと3呼吸ほど。
優しく胸の前で両手を合わせていきます。吐く息、頭を少し前に。では、今日一日、そして今週一週間も皆さんにとって穏やかで優しい時間の積み重ねとなりますように。今日の聞くだけヨガもありがとうございました。ではそのまま伸びをしていきます。座ったままでも立ったままでもいいので、指を組んで吸う息でお尻の尻尾を第一方向にスッと下ろして、下腹、お腹、胸の順番で空気を入れるようにして、風船が順番に膨らむように。で最後両手がぐーっと引き上がって伸びます。足裏しっかり立っている方は床方向。吐いて脱力。はい。お疲れ様でした。改めておはようございます。今週は立つをやっていきます。まあ、週の最後の方で立ちながらちょっと動くっていうのもやっていきたいとは思うんですが、まず今自分の立ち方とか癖に気づいて、こう自分の中で一番さらにこう力を抜いて心地いいところに持っていけるかっていう工夫をしていきたいと思います。はい、で今日また動画を上げるので、よかったら短めの動画にするのでチェックしてみてください。ではでは、今日もありがとうございました。質問あればいつでもお待ちしてます。では明日もお待ちしてます。今日も引き続き良い一日をお過ごしください。